国民民主党尊厳氏で大炎上12日に国民民主党の玉木代表が尊厳氏の法制化を主張されてしまい日傘とし大炎上してしまっておりますこちらまず自由の声では尊厳氏に反対です理由といたしましては尊厳氏を導入してしまいますと尊厳氏が強制される恐れがございます親でも子でも親戚でも 必ずしも関係が良好なわけではございませんさらに相続などに関連した犯罪に悪用される恐れすらございますがまた現状医療現場においては延命治療を行わないという事実上の尊厳死がすでに行われておりますそれだけでも医療関係者には負担になっているものと思われますが尊厳死でさらなる負担を いいてよいのでしょうか医療関係者の皆様がなぜ医療を目指されたのかその理由動機を想像いたしますと、まあ、このような対応に関しては辛いものがございますが、まあ、尊厳死を導入するのであれば医師だけではなく必ず司法判断も仰ぎ医療関係者のケアを実施するといった 厳格な制度とする必要がございます。尊厳氏の議論は必要かと思いますが、まずは慎重に徹底的に問題点を洗い出し、その上で問題点を潰していき、問題がなくなった時点で法制化を検討していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。